キールカツは東京都都立高等学校教諭東京都生まれ立命館大学文学部卒1988年から都立高校の教師となる2012年から2018年まで都立高校の副校長2019年から都立高校の現場の教師に戻ったプロ教師の会の会員都立高校の現場から教育の思想を考える 教育の謎や複雑さをに込みし、空色で語る。ブログ、キーレカツの教育論、空色フェイスブックページ、キーレカツの教育論、空色内容紹介、生徒の命を守る、生徒の主体性を尊重する、アクティブラーニングなど、世間では誰も反対できないような、正論が幅を利かせている。そして、それは、教育行政や学校管理職、さらには、 現場の教師たちにも影響を与えて学校教育を追い詰めている。本書では現場での悪循環をもたらす6つの正論を取り上げてその現状と解決策を現場の教師の立場から訴えている。例えば、私は傷つきましたといえば、それはオールマイティで誰も反対することができない。また、生徒が壊れてしまうことを恐れる教師、保護者、教育管理職は、 学校の当たり前をどんどん壊していく。また、例えば、子供や保護者は教師に向かって、教師なんだからそれぐらいのことはやってよと要求する。それは、教師を自分にとって都合の良いドラえもんのように考えるから出てくる要求で、そこでは教育は成り立たない。この本では、都立高校で30年に及ぶ教師体験を持つ現役教師が学校の現状を深く、 分析することにより、学校の現状がよく理解できるようになるとともに、学校以外の現代の社会を考えるためのヒントも与えられることだろう。すなわち、動物化する人間の命の問題、ポリティカルコレクトネス、日本型の消費社会、清潔な社会で拡大する不自由等々である。教育の現場で起きていることは、そういう意味では、 日本の社会の縮図そのものである。ありがとうございます。